はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。今回もマイルドエスケープさんの脱出ゲーム実況解説させていただきたいと思います。今回のお部屋はルームナンバー83番、静かな部屋からの脱出、エスケープフロムザクワイエットルームということですね。さあ、私もちょっと静かに実況できるんかどうかっていうところなんですけどね、やってみたいと思います。ではいつものようにぐるっと見てみたいと思うんですけど、まずこれはなんか鳩時計っぽいのが見れますね。で、貝が観葉植物というより竹ですね。で、扉で、なんかちっちゃい台ですね。で、食器棚で、こちらローボードの上に装置と観葉植物、ステレオも見えますね。で、ベッドで、窓4枚に椅子とテーブルということですね。じゃあこちらから行きましょうか。こちらはね、こういう感じで、ボタンを押せるのと、あと針も調節できるんですね。で、デフォルトは今の3時40分なので、ちょっと戻しときましょうね。はい、これはカクカクできる絵ですね。で、ここは今のところ何にもなし。で、ここから出ますね。で、今回ちょっと大きなカバさんですね。なんかはめ込む式の、はめ込み式ですね。で、下は鍵がかかっている。はい、初期棚。上は開くけど、もうここしか画面がいかない。で、鍵。で、暗証番号ですね。じゃあ、こちら。観葉植物は何にもなしで、なんかハート、スペードの鍵で、ハートの鍵で、鳥居さんで、ボタンを押すとこんな感じで、あ、鍵があるということで取れないんですよね。で、こちらはなんかメモ書き取れないで、何もなしで、こっちは、あ、押し順なんで今のを見とかないとダメだったんですね。じゃあちょっと確認しましょう。4、1、3、1、2、3、2、これで終わりですね。4、1、3、1、2、3、2、4、1、3、1、2、3、2、あ、全部光りましたね。はい、これで箱ゲットで、こっちは、あ、電池がないと。で、本には5796って書いてありますね。まずこれちょっとメモですね。で、ベッドには2101とか書いてますんで、これもメモですね。まあ多分計算式になるから横のマイナスも書いといた方が良さそうですね。なんか下あるけど届かないって出ましたね。まず四角いパネル、おそらくこれカバさんにはめるやつですね。で、今度こっちですね。はい、鉛筆で、ボトルがあって、コルクがされてるから今のところ開けれない。あ、これは絵の順番ですね。左上、左下、左下、右上、右下、右上、左下、これもちょっとメモしときます。で、鍵が取れない。じゃあこの箱の鍵をこうやって開けてあげると、箱を開けることができるんですね。もう用済みですね。はい、じゃあ絵を動かしましょう。左上、左下、左下、右上、右下、右上、左下。メジャーですね。あ、伸ばせるんですね。はい、この伸ばしたメジャーでこの下にあるものを取ります。カッターですね。ですね、これでとりあえずあとできるところといえば、今のところ何もないので、とりあえずメモを見たいんですけど、鉛筆削りがないのでカッターで削ってあげます。で、鉛筆をさーってやるとこんな感じで1540から 2035LRR と出ますね。
なんかね、メジャーのとこにも似たようなのがあるんですけど、これはちょっとわかんないですね。1540から 2035LRR。 まあ LRR と時計みたいな数字が出てるんで、まあここのことですよね。今1540、3時40分、いやこれを20時35分にしてあげればいいということですね。20時、よいしょ、こうですね。で、LRR なんで左右右と、はい、鍵ゲットですね。でスペードの鍵はここかな、あ、ここですね。でヘラーと六角形パネルゲットですね。でヘラはおそらくここ掘ってあげればいいと。はい、ではめますね。まず丸、三角、六角形。はい、ワインオープナーが出ましたので、ワインオープナーでコルク抜いてレバーゲットですね。あ、椅子にも1963って書いてありますね。これも記録しときましょう。でレバーはここですね。これガッチャンコってやると全部開くので、クローバーの鍵ですね。クラブの鍵ゲットで、クラブの鍵ここですね。はい、ドライバーで、ドライバーはさっきありましたね、ここですね。はい、ビス外して引き出しから乾電池やっと出てきましたね。乾電池入れてあげると1216と出ますね。これで4つ数字揃いましたね。はい、このシット椅子1963 1963からスリープベッドね、寝ることを連想させるのはベッド、シット座ると、座るから連想できるのは椅子だから、椅子、ベッドで、リスンは読むだから、あ、ごめんなさい、聞くだからラジオですね。1216で最後本ですね、5796なので、1963引くことの2111 2101、引くことの、ラジオなので、1216足す5796 5796で、答えは、ちょっと待ってくださいね、弾いてみますね。4442って出ますね。4442、じゃあここを4442に合わせてあげましょう。はい、開きました。ペンチゲットですね。これで、よいしょ、鎖切ってあげればね、スペードとハートの鍵が出ます。で実はですね、このままハートの鍵使って脱出することも可能なんですけども、1個まだ動かしてない装置ありますね。はい、タイムと出ます。で、この間を何してあげればいいかというと、メジャー伸ばして測ってあげるんですね。で0からスタートして1450ね、1450RLL ということで、 RLL といえばこれですよね。じゃあちょっと単身を2時に持ってきまして、で50で RLL、 はい、ハッピーコインゲットしました。これで脱出ですね。さあ今回ですね、サクッと終わってしまいましたけど、実はいろいろちょっと難しい要素がね、たくさんある面でしたね。まず4つの計算がちょっとめんどくさかったっていうのと、であとはそうですね、鳥さんがちょっと鍵見えてながらすぐに鍵が取れないというね、ちょっとフラストレーションがたまるやり方ですね。であとは時計の貼り合わせですね、この辺がちょっとなかなかすぐにピンとこないとク
リアが難しい感じかな。で最後ハッピーコインはあそこにメジャーを当てるという発想ができるかとかいうことですね。この辺がちょっと、難易度を高くしているポイントになってるかなと思います。まあ今後出て発表される面とかでもですね応用できる部分はあるかと思いますんで、ぜひ覚えておけばいいかなと思います。また通常時のエンディングはいつものようにご自分で確かめてみてください。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。